ということで、京都から奈良はあっという間ですかね。さあ、ということで奈良行きましょうか。奈良のターミナルは、奈良もね、奈良はやはりもう奈良県に入った時に近鉄が強くなりますからね、あのターミナルもなんかちょっと立派な感じになりますね。はい、ターミナル、さあこれでとりあえず大阪こっち西側ね、大阪線からね、このですから伊勢中川からの西側のターミナル端っこの駅をここで、ね、全部回ったことになりますね。ちなみにこちらはちょっと京都と同じような感じですね。結構この端っこも試合もんですね。で、この端までピタッとつけるんじゃないですね。だいたいとね、この串型ホームのところはこっち側の方が広く取ったら1、2、3、4面4線になってますけど、だいたいこういうね、端っこにまで立ってくるホームのところって全部あの端っこでねピタッと揃えるのが多いんですけど、珍しいですよね、この駅じゃなくてあっち側に揃えるんですね。っていうのもこっち側にホームがないんで、だいたい串型ホームでこうやってなってるところは今まで見てきたところ全部そうですけど、こっちの奥側にあの改札口とかが置いてあってねっていうところがこれですね。さっきの京都もそうですよね。ですし、まあほとんどそうですよね。天理もそうか、他にもいろいろとね、うん、ここは真ん中の上から登ったところ、あの名古屋駅でいうところの真ん中のホーム、うん、あそこだけになっとるような感じなんでしょうね。こちら側にはないですね。これはこれで面白い構造ですね。まあとりあえず奈良も見ていきましょうか。奈良は JR でも近鉄と聞いてますけど、ああすごいですね、ジャパニーズガチャガチャといろいろありますね。あら、あ、お店もいっぱいあるじゃないですか。ちょっといい加減夕飯食いたいなっていうのもありますからね。サブリトリ、外国の人多いですね。忘れてましたけど奈良もね、忘れるない、有名な観光地なんですね。外国人の比率こっちの方がなんか高そうですね。聞こえてくるのがアジア系の言葉やら英語やらね。ということで、あ、ちゃんと外国の人向けの案内デスクなんてあるんですね。で、ならね、ここね、あ、結構書いてますね。来ました、これでついにほぼ全部回ったのかな。京都、奈良に天理も行ったし、西川原も行ったし、新王子、王子、生駒関係も全部行ってます。そうですね、いやー行きましたね。運賃表が面白いですね。うちらの方の運賃表とちょっと違うんですね。連絡線のところにとか書いてあるんですね。で、大仏プリン、ジャンプタイプなんですね。マルチューに、いや、いい感じのさらしたこれ、すごくなんだろうな、わらび芋ってね、なんかこれは普通にお店なんかな。あ、ちゃんと両替機がありますね。観光、今の観光地は両替機って必須なんですね。柿の外しもやってますね、中谷本舗。とりあえず次は何して、平田町なんです、三重県なんです、遠いんです。さあどうしような、どっか出たらやろう。エスカレーターがあったな。ポスト真ん中になる、ちょっと変わった感じになってるんですね。日本でここだけ超限定なん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 プリン入ってるんですね。東向き商店街、さすがに腹減ってんだよな。でもこれ混んでそうですよ。わ、すごい人だな。まあ年末年始やっぱ観光ですね。回転寿司屋さんありますね。うわ、すごいわ、めっちゃ混んどるわ。いやめちゃくちゃ人いるじゃないですか。いや、かなり舐め伝わってかかってましたね。いやー、言うてそんなにもこの時間やったらあれかなと思ってましたけど、全然あれですね。結構どこも混んでんだな。うどん屋さんとかもすごい人ですね。外人の人がやっぱうどんとかあれなんですね。
保護動物園なんてあるんですね、こんなところに。なぜスイス。ヨルゴチオ。あ、でもコアケルスクじゃないですか。コアケルなんですね。あ、レコード屋さんとかもある。あ、面白いですね、こういうのも。へぇー。あ、こ結構やっぱちょっと入った路地もいろいろありますね。カレー本場、カレー、あら、美味しそう。へぇー、カレーもいいな。あ、ごま、あ、はんぺん、はんぺんね。へぇー、こんなところ、こんなちょっと開けた感じのところあるんや。 OKS オーケスト。へぇー、ここなのなんか、なんかおしゃれな夢キューブ。へぇへぇ、居酒屋なんかね。あ、なんか、なんかおしゃれになってますね。へぇ、なんだとは言わんけど、なんかおしゃれですね。へぇー、しょうがないや。へぇ、おでん、おでんな、まあ、きっとおでんも美味しいんでしょうけど、多分こっちは味噌がつかないですもんね。うん、まあ、別に味噌がなくてもいいっちゃいいんですけど、やっぱね、結局ね、お酒のほんと味噌なんですよね。お袋の屋さん、あー、ずーっと抜けてきたな。これはお肉屋さん、あー、コロッケか、コロッケか、コロッケうまそうやな。コロッケ、コロッケこ、よいしょ、待っとくわ、コロッケ買いました。いや、うまそうですね。よいしょ、ちょっとパクッといていきましょうかね。ちょっとカメラ止めて、片手空いてで撮影回し始めましたけど、いや、すごい美味しいですね、このコロッケ。ちょっと映りが悪くてすみませんけど、すごい、もう、分かりやすく、外サクサクの中ホクホクっていうですね。ほん、ほん、こういう合うな。おしゃれなパン屋さん、いろいろありますね。山田、おー、まずおことさき山田ですね。まあ、山田もいますよね、山田ですから。これはなんかすっげーおしゃれなコーヒー、コーヒーなのかな。こっちは間違いなくコーヒーですね、カフェドクリエですから。これは本当にローソンなのか。ね、さっきのファミマも白かったですけど、ね、これは墨筆、あ、墨汁とか筆とか、あ、すごいな、似てると面白いですね。いろいろありますね。うわ、いちご、うわ、すっごいいちご、大仏いちご。へえ、ところで俺はこれどっち向いて歩いとんねん、これ奈良駅はどっちだ。ああった、今でこれ読んだこれ。あ、今どこにおんね。長生きで現在地。あ、これずーっと言ったら JR の方やかんが近鉄の方行かなかね。こっちや。危ない危ない危ない。高速屋さんとかもここあるんですね。長生きあっちなんや。あ、これで近鉄の長生きですね。さあ。ね、結構いろんな店ありましたね。でも考えてみたら結局私コロッケだけですね、食べたの。寿司屋さんあるや、柿の葉寿司の田中さんか。西大寺の駅にもありますよね、これ。そういや、今日は結局西大寺の駅ほとんど触れてないですね。向こうが近鉄奈良駅ですね。そこからも入れるんや。ここからが近いから、デイリー山崎とか、あ、餃子のお塩がある。
吸い取ったらお塩でもええな。あ、天スターあるやん。神戸で天スタミナラーメン。せっかくや、天体行くか。奈良ですけど、天理でね、全くスルーになっちゃいますからね。まあ、スタミナラーメン食ってこう。さて、なんかおしゃれなパンケーキじゃなくて、こっちね、天スタで食べてきましたよ。いやー、やっぱいいですね。いや、天理駅で、ね、すぐに折り返して雇った時から、ずっと天スタ頭の中でね、こう心の中に引っかかってたんですけど、よかった、食えて。うん。さあ、雇う間にもう6時半ですからね。言うて1時間近く奈良でブラブラしてましたね。さあ、こっから先はどうしようか。